阪神・淡路大震災で姉を亡くし、今月17日に開かれる追悼式典で、遺族代表の言葉を述べる男性が会見を開き、震災を風化させないよう自分の経験を伝えたいと思いを語りました。今年の神戸市震災27年追悼の集いで遺族代表として言葉を述べるのは、大阪府茨木市に住む田代作人さんです。田代さんは阪神・淡路大震災の発生時10歳で、神戸市東灘区の自宅で家族と共に被災。一家7人のうち、崩れた家の下敷きとなった姉の水江さんが亡くなりました。現在はシンガーソングライターとして活動する傍ら、震災の体験や姉への思いを歌に乗せて伝える語り部として、東日本大震災の被災地や全国の学校で演奏しています。辛い出来事やったりとかするし、思い出したくない方もたくさんいらっしゃると思うんですけども、その中でもこういうことがあったってことは伝えていかなあかんなという気持ちではあります。まあ、きつかったですけど、まあ、でもかけて立ち返れる、そこまで自分が歌い普段伝えてる中でそこまで立ち返られてなかったなと思うところまで立ち返れたんで、よかったなと思います。ほんまの意味での初心に帰らせてもらえたというか。 1.17 の集いは今月17日、東遊園地で営まれます。